ポケモンのプレイ時間が完走しました。まあ、この999時間59分っていうのがポケモンの最大のプレイできるレポートで書ける時間なんですけど、まあ、ポケモンサンムーンが発売して約100日ぐらいですか、今3ヶ月ちょいですからね。まあ、100日って考えると、まあ、1000時間ぐらいプレイするのには、まあ、約っていうか大体1日10時間ずつプレイしなきゃいけないってことになるんですけど、まあ、僕そんなに1日10時間もさすがにねポケモンやれるほどちょっとさすがにそこでな、そこまでレベルやってるぐらいの、あのちょっと精神が狂ポケモンに取りつかれてる人ではないんですけど、まあ、僕つけっぱで放置してること多いからこのデータはあんま参考にならないんですけど、ちょっととりあえず先選出、月光が読みルカリオ、あとなんやかんやできそうなランドロス、ミミッキュ、これ間に合ったかな、絶対間に合ってない気がする、さっきの時に間に合った、いやただ月光が闇でルカリオなんですけど全然外しましたね。で確かランドロスまでは選出してて、僕ラストミミッキュにしようとしたんですが、なんかここトンボ返りとかしてきそうなんで、なんかドヤ顔で突っ張ろうかな、間に合ってねえわ。まあ僕のパーティー浮いてるポケモンが2匹いるんで、ここ多分地震打ってこないと思います。まあトンボ返りもしくは岩石封じ、地震はないラス、あのスカーフじゃないととりあえずランドロスは何持ってんだろう。あ、直帰ですね。じゃあ岩石封じから入ってきそうだな。畑落とすよ。あ、うまいうまいうまい、はいはいはいこれも爆破ですよ。ランドロスの持ち物も見れたし、一撃入れることができた。でここでランドロスに下げます。まあ、つけっぱで放置っつっても僕1日5時間は言うてもポケモンを触ってますけどね、まあ、考えてるだけの時間も含めたら1日のうち8時間はポケモンのために使ってると言ってもまあ、過言ではない。まあ、てか相手めっちゃ強気だな。はたき連打か。いや、これ多分ラスカロのダメージ的に相手のランドロスが直帰であることは確実に間違いないんですよね。ここはステルスロック巻いてきます。で、ステルスロック巻いては、ステロダメージ込みで次ランドロス、ルカリオに対しての受け出しが効かなくなるから。うわ、これ特殊なんかな。わかんないけど。難しい。って考えるとここなんか割とランドバックしてくる可能性はありそうだったけど突っ込んできた。てかそう考えるとなんか僕割とガルーラ切りもありだった気がするけど、ガルーラがもう完全に腐ってるんですよね、僕の後ろに控えてる。こいつは何をしに来たんだと。いやラスカノじゃ絶対落ちない、こんだけ HP やれば。地震でルカリを処理していく。あ、これ勝ったな多分。あー、いや分かんない。あー、そっか、水処理剣打たれたら真空波で月光が縛れなくなるのか。あー、ケタグリあったらルカリを飛ばされる可能性があるってことね。弾かメザ炎とかもあったらルカリを飛ばされるな。ってことはここルカリオから入れないからガルーラから入るしかないこれまさかメガ進化できないガルーラが役に立つ時が来た。まあ、とりあえず猫魂打つか。まあ、手堅く来ますね。ランドロス威嚇入れてくる。まあ、僕は他のゲームに夢中になってる時でも、どんなに忙しい日でも、5年ほど前にニコ生とポケモンを始めた日以降、ポケモンのことをね考えなかった日は一日たりともないと。あー、てかまあやばいっすねこれ。いや月光屋にケタグリあったらやばいんだよな普通に。相手もビビってるだろうな。え、このガルーラ目がしないみたいな。いやケタグリあったら結局負けか。不意打ち打ちます。いやーケタグリある。真空波で落とせたら勝てる。いや割とマジ怪しい、ま、ギリいけそうっていけなさそうなライン。ちょ頼む、あの結構外に届かない世界があるってことを教えてやれ。ずっ、あぶねえ。これはなんか結果的にガルーラを選出して正解だったってことになるのか、なんかよくわかんないけど、まあいいや、対戦ありがとうございました。リーフ
ッパーさん対戦よろしくお願いします、まあ、僕がねなんでガルーラを使ってるのかっていう説明をまず、まあ、ここに来てやっとすると、まあ、僕の動画を見てる人ならわかると思うんですけど、まあ、僕がポケモンやっててね一番楽しい瞬間ってのはガルーラをぶっ飛ばしてる瞬間なんですよ。で、まあ、ガルーラをぶっ飛ばすためには、まあ、環境にね対戦環境上にガルーラが蔓延する必要がある、まあ、それこそポケットモンスターメガルビーアルファサワイエの時レベルにガルーラが蔓延する必要がある。どうやったらいいかと考えた結果、まあ、ガルーラの強さを僕自身が広めていけば勝手にガルーラを使う人が増えるんじゃないか、そしたらガルーラが増える、ガルーラをボコれる、僕がポケモンを楽しめる、まあ、そういう最強ムーブが完成するんじゃないかということで、まあ、使い始めたんですけど、まあ、もう飽きたかな多分ガルーラ使うの今日で最後かな。でこの相手にも多分ガルーラめっちゃ刺さってるんで、まあ、ガリから入ってガリーでなんかボーマンでごまかせそうなランドロスカワーってなんやかんやできるミミッキュっていう選出でいいと思います。再戦よろしくお願いします。まあ、てかね相手のパーティーガルーラ舐めすぎなんですよね。てかウルガモスかマンムーがさめっちゃゴツめ持ってそうなんだけど、それとは考えすぎかな僕の。えめっちゃマンムーか、えめっちゃゴツめ持ってそう、いやマジで、うわ絶対これ猫撃ったんですよ僕これ。いや絶対マンムーゴツメ持ってんじゃん。はあだる。まあでも警戒はできてても行動に移せるかどうかはまた別の話ですよね。これ相手ステルスロックチャンスだな。ここ多分ステルスロックだからミミッキ出すか。あですよね。で相手絶対ここミミッキの皮割っときたいはずだし、相手多分アトラッシュができないんだよなここだから。マンムーはここ吠えるとかじゃなくて単純に突っ張ってくると思うから一回剣の前にします。シュイ、いや吠えるできないでしょ。いやしてくるかな。いや吠えるでもする余裕あるか。ああ危ねえ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 。いや吠えるする余裕ないんだわ。吠えるする余裕がない理由が吠えたらミミッキの皮を剥がせないから、そう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 、そういうことです。ポッキちゃんとここはやけくそとかじゃなくて理にかなった剣の前で、まあ相手のマンム物理耐久に自信力みたいですけど、まあ剣前からのこれはさすがに耐えれないはず。一緒に遊びましょ。ドゥーンで、まあ多分一回待ってるミミッキュに対して相手多分出せるポケモンがいないんですよね。だからボーマンだからここは絶対入ってくると思う。ラスイッチが見れないのがちょっとだるいけど、ミミッキを取っとく価値があるかどうか。ここは相手デューマイはできない。こっちミミッキが一剣舞してるから、いや取っとく価値あったかな。いやミミッキ蹴ってからランドロス出すべきやったかな。ミスったか。ステルスロックが突き刺さっていく。自慢のガルーラ対策の自慢のゴツメマンム、まあ別にそんなマンム、まあ、マンム別にそんなめっちゃコツメ持ってないってわけでもないし、割と自分自身でも警戒してた範囲ではあるから引っかかってしまった自分が悪いんだけど、うん、捨て身似た絵はする。次のセミタックルも耐えるって言う方でしたけど、毒羽ね義勇前じゃないってことか。あーおいしくない、美味しくない。これだって晴れ連打ですよねこっから。あーやばいぞこれ普通に。でまだ抜かれてるんかーい。ボーマンダリいやてか抜かれてるわ普通に。そうこのランドロス岩石封じ1回でガブリアス抜けるぐらいだから。いやでも捨て身打ってこないと思うんだよな。その相手のボーマンダが捨て身でこっちのランドロスを落としてしまった場合、あ、打ってくるんだ。あーいやそれ打ってきた場合は5つ目とハンドもらうでしょ。で岩石封じ1回もらってるからガルーラでもミミッキでもボーマンダ自体は上から叩ける。いや負けかこれ。マンダ1回引っ込められて、マンダ1回引っ込められて捨て身捨て身で終わりだよな言ったら。地箱は終わった完全に。まだ地箱以外だったらワンチャンあるかなと思ったけど、
ボルチェン、ボルチェン、ジバコ以外だったらステロあるし、相手多分後出し生きるポケモンいなかったから、ミミッキュで処理してガルラの猫食いでボーマンダワンチャンいけるかなと思ったけど、ちょなんか奇跡起こしてくれ、ポケットモンスター界の王よ。いや絶対無理だ、もうこれ絶対無理、不意打ち一発目急所当たったらワンチャンある。奇跡を聞いてよ、ここになくした記憶のページを取り戻す力を。対戦ありがとうございました。今日の一匹ガルーラ、ポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアにおいてはガルーラを入れてないパーティーはナメプと言われていたほど強力な性能を持っていたポケモン、あまりの強さにプレイヤー側から調整し直せという声が数えきれないほど上がり、サンムーンではカリブの弱体化を受ける運びとなった。基本的にはメガ運用が前提となり、特性親子愛により2回の攻撃が可能、それが単純に技の威力の強化、2回行動による追加効果率の上乗せを引き起こすこととなる。火力が高いだけでなく覚える技もタイプ1猫魂不意打ちといった強力な先制技、捨てみたくている恩返しといった高火力タイプ1技、三色パンチや地震岩流れなどの優秀なサブウェポンに加えグローパンチといった積み技もある。また特殊技も多く覚えるため、ビームを打ってくる個体や火を吹いてくる個体も稀に存在する。それだけでなく耐久もそこそこあるので、調整次第には多くの攻撃を耐えれるようになる器用器用器用の化け物。サンムーンでは直接的な弱体化を受けたにもかかわらず、その強さは未だ健在と言えるだろう。動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんで、よかったら覚えて帰ってください。その他動画は説明文にまとめてあるので、興味があればよろしくお願いいたします。